伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。腕を上下に伸ばす運動、腕を曲げて伸ばして曲げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。